します。はい。失礼します。どうぞ。はい。失礼します。どうぞ。失礼します。どうぞ。失礼します。失礼します。どうぞ。失礼します。お忙しながらお時間いただいてありがとうございます。はい、今週末アジアリーグの開幕するということで、はいはい、連覇を目指して、はいはい、今年は、3冠ですね、連覇もそうなんですけども、アジアリーグのレギュラーシーズン1位と、全日本選手権大会優勝、その3つのタイトルを目指して、また頑張っていきたいと思いますので、さらにフリーブレーズジュニアの子どもたちのアイスホッケーの普及にも、拡大し、もともとそういうアイスホッケーのできる環境を八戸の子どもたちに作っていきたいと思いますので、また今年の応援の方よろしくお願いします。そうですね、去年アジアリーグ優勝できて、今年も優勝できるようにさらに3冠して八戸の市民の皆さんの元気と感動を与えるような試合をしたいと思います。はい、ぜひどうぞ。プレーオフになってから、特に韓国での最後ですね、あれは劇的な試合とか、直接見ることができなかったんですけど、本当に感動的な試合で、4年前、フリーブレーズでプレーしてたポール・ジャレットという選手が戻ってきて、はい、動画一番お願いします。撮ります。はい、はい、視聴表記を得ました28番の山下拓郎選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、視聴表記を得ていかがでしたか。そうですね、本当アジアリーグ始まるんだなっていう、今週末からですけど、身が引き締まるというか、そういう思いです。はい、先週末も苫小牧で2勝して帰ってきました。山下選手ご自身のコンディションなどはいかがですか。そうですね、夏場からもう本当きついメニューをリクトレ、ウェイト、表情をやってきたので、コンディションもいいですし、あとはちゃんと調整して、土曜日から始まる試合に全開できるように、はい、調整したいです。はい、サムとの3連戦となります。どんな戦いを考えていますか。そうですね、開幕で、相手がどうこうというより、自分たちのチームが自分たちらしさ、フリープレーズらしさを出せれば、プレシーズン積んでもいい結果出てるので、自分たちのプレーをしっかりやることだと思います。はい、早くも今季5年目となりました。個人的にはオリンピック予選もありますけれど、どんなシーズンにしたいと思ってますか。そうですね、もうとりあえず出だしから全開で、内容も結果も出せるような、そのずっとそうすればいい結果が出てくると思うので、はい、出だしから頑張りたいです。はい、ファンの皆さんも開幕楽しみにしていると思いますので、一言メッセージいただけますか。そうですね、本当いつも温かいご声援いただいて、自分たちもやりやすいというか、ホームですごい試合がしやすいので、今年も僕たちも頑張りますので、応援お願いしたいです。はい、ありがとうございます。東北リブレーズクリス若林監督にお話を伺いたいと思います。いよいよ開幕週となりました。まず視聴表記を終えていかがでしたか。そうですね、また市長から、心強いお言葉をいただいて、はい、非常にエネルギーをもらいましたので、これで昨年同様いい開幕のスタートダッシュ切れると思います。先週末も2勝して帰ってきまして、プレシーズンは4戦4勝で開幕を迎えることになります。先週末のゲームいかがでしたか。そうですね、もちろんスポーツには勝ち負けついてくると思うんですけども、この時期やはり、結果より内容とかプロセスとかそういうところを重点に置いてるんですけど、本当に選手たちは、この時期に関わらず非常に動きも良かったですし、細かい、勝ちにつながるプレーをしっかり実行してましたので、はい、非常にいい、準備ができたと思います。収穫も多く見られましたか。
そうですね、特に若い選手がたくさんこうプレーする時間もあり、でいろんな場面でこう経験できたと思いますので、まあ、それがまあシーズンに生きてくると思いますし、で逆にそのチーム内での競争もこう激しくなってきてますので、はい、いい緊張感が あり、まあ、切磋琢磨していると思います。開幕まであと4日となりました。どんな準備をして開幕を迎えようと考えていらっしゃいますか？そうですね、体と頭の準備が大事になってくると思いますので、まあ、体のケアとあとはやるべきことのこう考えるところですね、そこをクリアにするのがすごい大事だと思いますので、まあ、選手とコミュニケーションをしっかり取りながらいろんな確認をしていい開幕を迎えるようにしたいと思います。